皆さんこんにちは、吉丸でございます。2019年10月の6日日曜日でございます。今回はですね、新しい装備を見ていきましょう。詳しく見る、そうですね、名流装備から見ていきたいと思います。まずは、最大進化で攻撃力183、それから最大 HP プラス30で、特性が優秀ですね。ターン開始 7% で補助特技の CT30% ダメ、過去最高でいいんじゃないかなと思います。そして名流総連撃ですけど、これが今回新しい概念というかね、まずは9秒で威力100% の3から5回、そして 15% で守備力 20% 下げ、敵のいずれかでばらけちゃいますけど、会心判定ありということで、これなんだっけ、新鉄撃でいいんだっけ、どっちがだっけな、あれに近いですよね。で、超越効果っていうのが新しく入っていて、2周目ですよと。そうすると、15秒さらに貯めると6回から8回でパワーアップしますよということですね。で、この超越効果っていうのは CT、要は、アップ系ではゲージが増えないということですよね。で、面白いのが、9秒で打つか15秒さらに追加できるかっていうところを選択できる。だからあとちょっとね、ゲージをまたぐことによって敵の大きな、攻撃を回避できる可能性っていうのがありますよね。で、そういった時には、よし、じゃあ9秒溜まったから今のうちで打っちゃおうとか、あとは、コンボの起点になりそうな時に、9秒で打っちゃおうとか、それいろいろな判断で9秒で打つのか、今はそんなに焦らない、もう少し、ダメージを与えたいという時で超越に入るっていう、この2つの選択肢ができるっていうのがね、今後かなり面白い戦い方ができていくのかなと。これ以外にも超越効果っていうのが新しくね、入ってくると思うので、楽しみに待ってみたいと思います。スロットはね、こんな感じで、あとはもうこのスロットっていうのは自分が何のね、スキルを持っているかによって評価分かれてくると思うんですけれども、いいんじゃないですかね。赤と青で、なんていうのかな、これはこれでまとまっているって気はします。あまり余計なものがないというか、もう青赤専用ですよみたいなね、コンセプトがしっかりしているような気がしますね。名竜の兜、伝説を再びですね、これが、非常に面白いなと思います。武器のメインスキル使用時に 20% の確率で使用したスキルを CT 満タンにするよということですよね。で、戦闘前に一度だけ使えるスキルの CT はたまらない、最終奥義とかっていうことですかね。これは本当に 20% 引き続ければずっと永遠に打ち続けることができるよということですけど、小玉と違うのは、小玉は連続してそのまま発生するんで、一発目でゲージ抜いちゃっても敵のゲージ反撃を受けずに2発目も小玉だったら打てる。これは一発目でゲージ反撃をしてしまったら、先にボスのゲージ反撃抽選が来たらそっちが飛んできちゃうのかなっていうところがあるのと、あと2回スキルを、発動は小玉と違うところは2回分っていうか CT が減るんじゃないかな、他の CT もね。その辺がどうなのかなっていう部分がマイナス点ではあるのかなって気はしますが、いずれにせよ、もう1回ビューッと CT が溜まって2回打てるっていうのは、非常にラッキーという感じでね、発動したら楽しいんじゃないかなというふうには思います。で、重いスキルを2回打った場合、他のサブスロットっていうかさ、他のスキルのそのゲージの減り具合はちょっとどのぐらいなのかなっていうのは、気になりますよね。そこだけかな。特技のコツ、攻撃特技、補助特技のコツ、スキルゲージ 10% 減、これもいいですよね。そして、攻撃呪文軽減が 20% になりますよ。これも非常にいい。頭はね、欲しいですよね。そして体上、名竜の術式、補助呪文発動時に緑スキルですよね、防御状態が解除されない、これはまた来ましたね。今のところ黄金竜の体上でね、攻撃特技赤スキルが防御状態で、解除されないっていうのはあったんですけど、いつかそれが補助特技、それから補助呪文、そして攻撃呪文、どれかまたガードをしながら打てるっていうのが出てくるんだろうなとは思っていたんですけど、最初に来たのが補助呪文でした。ただ補助呪文がね、一番これ世界観変わるかなと思っていたんで、いきなりこれかいって思ったんですけど、そうですね、どうですかね、何で使うかだよね。今のところなんかやっぱりパラで使うっていう人がいるみたいですね。
ちなみにいつも僕最速でレビューって出すんだけど、今回結構珍しく後出しで出してます。まあ昨日緊急でね、プレミアムステップアップがちょっと特殊な仕様だったのと、プレゼントガチャに対して動画アップしたんで、ちょっと1日遅らせました。うん、まあそうですね、ちょっとこれは戦い方今後変えていくっていうのと、まあ本当に唯一無二ですよね。これでしかできないっていうのがあるので、例えばその頭だったら、これは黄金竜のね、頭でありましたよね、小玉させるものとかもあるし、まあ小玉入れてもらえれば2回発動っていうのはあるんですけど、まあこういうもう補助呪文発動時防御状態解除されないとかっていうのはもうこれでしかできないことなんでね。うん、異様属性ダメージ軽減超ということで 55% 減いいですね。そして命の脈動、ターン開始時に、まあ、呪い麻痺状態だった場合は解除しますよ。まあこれもおまけとして考えたとしても非常にまあいいんじゃないですかね。はい、では体下復活の呪文ね、これがまた面白いなと思ったんだけど、全滅時に仲間全員の HP25% で生き返らせる。うん、でこれはもう1回しか発動しないよってことなので、まあ、4人来ていたら どうなるのってことなんですけど、4人中誰か1回発動させればもうそれは終わりですよって、まあ、それあっても当然ですよね。もう1個誰か死んだら生き返るよっていうのあったけど、あっちは別に 4回発動するんですよね。これに関しては全員生き返ってっていうことなんで、しかも HP25%、 まあ CT は増えないんで、どの状態の CT で復活するかで明暗分かれると思います。 CT がある程度溜まっている状態で復活したら、一気にドドドドとスキルつなげて攻撃して落としきることも可能なんで、まあ本当に一発逆転を狙う一番大きな、スキルになるのかなと。これでかいですよね。 HP 超最大 HP40 プラスも大きいと。でメラ属性軽減強、うん、45% 減ですね。ということで、まあ下は本当に面白いのが来たなと思います。そして盾ですよね。メリューの守護10秒でダメージ軽減が50、そして3ターン有効、いいですね、ここまでは。で、60が4回発動で、まあ、リブエホイムみたいな感じなのかな。240回復するよということですね。はい。まあ、一気には回復しないんですけれども、まあ、燃焼系とか、毒とか、そういったところで、重宝するときもたまにあるんでね。まあ、人間はどっちかというと一気に回復なのかな。でもこれはこれですごく優秀だと思います。でオートシールド、はい、ダメージ 7%、 要は防御状態じゃない時、通常の状態で常に全属性ダメージが、まあ、7% 減ですよっていうような考え方ですよね。これに関しては動画ではね、何パーかで自動的にガードが発動したら面白いなと思ったんですよね。例えば 20%、まあ、もしくは 15% とかで、たまに自動的にガードしますよ。だからオートシールドだから、なんかね、オートでガードしてくれるのかなとか思って、でそしたらたまに、まあ、50% 減とかになるとかね、かなと思ったんですけど、まあ常に防御状態以外でダメージ軽減というようなことでしたね。うん、そして全属性ダメージ軽減がついているので、これ 12% プラス、まあ、先ほどの 7%なんだっけ、合わせて、まあ、19% 分約、属性入軽減が入るよと。ただまあ防御している場合はね、オートシールドは入らないということで、まあ基本的にこれ本当にこれから星ドラやられる方とか、あとはまあ伝説周回とか汎用的にダメージ軽減全属性できるんで、まあすごく優秀な盾かなというふうには思いました。弓ですね。最大進化、これ攻撃力なかなかあるんですね。でもこんなもんか、弓だからね。175で最大 HP がプラス30で、超越メラゾーマ、これが超越系のスキルで、まあ1周目が15秒で2周目も15秒ってことですね。でメラゾーマ2回打ちで、これに小玉を入れていったりとか、まあいろいろなことをすると、まあ6回とか、僕言ったけど8回とか、ドーン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 とメラゾーマ、まあ最高で1万5000とか出るかもしれないよみたいなことプロデューサー言ってましたけれども、まあ今後攻撃呪文こういう形で強くしていくんですかね。超越系で、まあ要は連続打ちしてダメージを与えていく。ただこれに関しては僕はまあ攻撃呪文っていうか呪文の強くする
雑談というのはいずれしたいなと思っていたんですけど、また僕の考えていたことは違ったことなんで、これはこれで別で僕またあの動画撮ろうかなというふうに思ってます。ただこれ結構集めるの大変ですよね。超越メラゾーンも来たってことは、超越もしかしたらマヒャドとかバギクロスとか、ジバリアとか、まあ、全属性系をまた集めていかないといけないかなっていう可能性があるので、そこもね、まあ、またちょっと後日お話ししたいと思います。でこれ一番考えられるのが、弓で使うのか抜き出して杖で使うのかってことだよね、まあ、これがやっぱりね美味しいと思うんだよね。特性がね、ターン開始 7% で攻撃呪文 CT30% ダメで、これは本当に上の方の装備なんで、お祭り系の装備だから、今までは要はコラボ系の装備にかなりこの特性がついていって、だけど結局は覚醒とか優先的にしていくのはお祭りイベントのやっぱり装備なんで、なかなか特性が生かしきれなかったんだけど、今回これちゃんとお祭り系のちゃん、ま、装備の中に使える特性が入っているんで、しっかりと今回爪も弓も名竜は特性を生かして、まとつっている人もいるのかなというふうにね、思います。そんなところかな。でちょっと話がね長くなってしまうので、そうですね、僕この中で当たり、まあ当たりとか外れとかってもう人それぞれなんですけど、考えはね、まず兜はね、すごくこれ一番僕最初はいいなと思ったんですよ。ただドアチャッカーの頭をメインで今使ってますし、そうね、これ連続で重いスキル打った場合の他の CT の減り具合っていうのがちょっと気になるので、あとはまあ確率が20でその辺ですよね。当たればまあすごくいいなと思うんですけれども、ドアチャッカーは常にターン開始で、まあ、全体のスキルが増えていくっていうことなんで、まあどっち使うかっていうとドアチャッカーかな。あっちブレス軽減もすげえ優秀なのついてるからね。でもこっちも攻撃呪文軽減がついてる、あ、うん、いいのか、うん、攻撃呪文軽減ついてるから、まあ使い分けでねいいのかなとも思うんですけれども、ちょっとね僕はそうだな、唯一無二っていう意味だと体上かな。これね、これはもう名竜の体上でしかできないことなんでね。そう考えると下もそうだけどね、全滅した時のこの復活っていうのは。でもこれなんか普通の伝説集会とかだとあんま全滅しないので、本当に魔王級とか大魔王級とかそういった時の一発逆転でね、誰か一人持っているといいのかなっていうような気はします。はい。武器に関してはね、僕ねあんまり爪弓使わないんでね、そして錬金とか覚醒入ってるんで、ちょっと足早に行きましょう。まずは錬金から見ていきますかね。黄金竜ね、これなんかやっぱり反応がねちょっと遅いみたい。アップデ後からかな、ちょっとフリーズし始めてるっていうのもなんかね聞くので心配ですね。まず完全と立ち向かう蝶が入って、これ心理状態になって生き返るよっていうのが HP30% で復活って、その HP のパーセンテージがこれ増えてますね。はい。で守備力と HP も、最大 HP も増えてます。でそしてですね、ここはちょっとさらっといきますね。やっぱり反応遅いですね。うん。迷いなき構えに、これが力弱が、変更になっていて、混乱魅了状態になっても防御状態が解除されない、まあ、防御状態で状態異常を食らって、その状態異常が混乱魅了だった場合は、そのまま防御が継続されているんで、まあ、ダメージその状態で食らっても、その盾の 50% 減とか 60% 減でダメージが軽減されますよということですね。まあ、これも非常にいいんじゃないですかね。で力弱が標準で攻撃力プラスで乗ったのかな。うん。また戻って体下、はい。これがね光軽減中が強になったということで、まあダメージ軽減系でねハマればこれが一番使えるんじゃないかなね。攻撃呪文ダメージ軽減強に、しかも光ブレス軽減強、強強度、点と中ということで、まあ単純に耐性装備としてかなりもう優秀ですよね。で盾、ただまあ光軽減やってこないところは他のやっぱり下持っていくってことになるんでね。これが2つ変化してますね。まず黄金竜の構えということで、10秒ダメージ軽減が60の3ターンで、これは回復が200に増えているという感じですかね。でも200回復すれば結構いいですよね。でこれも守備力ダウンガードが超、60% に、なりますよということで、まあ、全体的に黄金竜の防具の方の錬金
ちょっと思ったよりパンチはなかったかなとは思うんですけれども、今回まあ新装備も来てますし盛りだくさんなんで、まあ、強くしすぎてもっていうことかもしれません。もともと黄金竜めちゃくちゃ強いので、まあこのぐらいでもいいのかなっていう気もするけど、うん、まあもう少しすごいことになるのかなみたいなこともやっぱり予想していた方は多いのかなと思います。はい、僕ももう少しなんか強くなるのかなと思ってました。錬金はあとそうだ、ルビスの探検ね、瞬撃10秒600パーということで、探検はねなかなか攻撃力ないんですけど、このルビスの探検の覚醒は185攻撃力あるんで、まあダメージ出る、まあ10秒でとにかく600パーっていうのはめちゃくちゃすごいですよ。しかも無属性だから汎用的に使えるっていうことですよね。うん、それから、黄金竜の王のね、はい、交流過信撃ということで、17秒で 500% のジバリア。まあ、500% とダメージちょっと少なめかなと思いつつ、まあ、一応敵全体というのと回心判定ありということなので、まあ、この辺考えても、まあ、悪くはないと思います。しかもこれ A なんで、A スキルでこの性能は、まあ、いいと言っても全然いい。まあ、いいと思いますね。いいと言ってもいいって。なんかね、ちょっとおかしくなっちゃいましたけれども、ここまで結構ね動画長いとね頭回んなくなってくるんですよね。じゃあ覚醒いってみましょう。はい、まず黄金竜の斧のこの猛襲の構えですね。これに関しては意義ありです。HP999 回復、これはいいんですけれども、2ターンっていうのが、まあ、前回の最初の感想の動画でもう話していたんですけど、話していたというかテキストで出したんですよね。2ターンは少なくないかな。これ覚醒パワーってどんぐらい増えているかっていうのもね紐付けしておきましたけども、まあ倍以上あってもいいかな。4ターンとか、うん、5ターンとかでもいいのかなと思いました。ここが、まあ、他のエクストラスキルに比べたらうんっていう感じだったんですよね。そしてもう一個、ルビスの探検も同じような感じですね。999回復のこちらは覚醒スピードになっております。これも2ターンはね少ないんじゃないかな。4ターン5ターンは欲しかったかなというところで、僕はここの、エクストラスキルが若干うんっていうような感じでした。で、黄金竜のこの斧と探検に関しては結構その覚醒でも使えるし、まあ錬金でもいいよねっていうような今回判断にもなっている感じなんですよね。まあ覚醒すると赤と青が S で両方選べるのかな、斧は。で、これが錬金だと赤スキルの方が結構多くなるんだよね。錬金可能な、錬金装備から見るかな。うん、こっちはね、なんかもう赤が多くなるから、先ほどのこの交流快進撃を全部入れてジバリア染めとかできるから、結構今回錬金もいいんじゃないかみたいな。そうなると、まあ、S 選べるっていうところはね、かなりやっぱり錬金の大きいところと、それから攻撃力がね、ガーンと上がるっていうのは、相変わらず錬金なんですけれども、あ、錬金じゃない、覚醒ですね。覚醒なんで、頭回んなくなってきた。覚醒なんですけど、でもなんか今後錬金でも使えるよっていうような結構仕様に僕はしてほしいなと思います。まあ、やっぱね S のマルチが覚醒でつくとどうしてもね覚醒使いたくなっちゃうんですよね。でもそこでもなんていうのかな、その特攻系ができるよとか、なんか錬金は錬金でせっかく錬金するんで、錬金してスキル抜き出して覚醒に入れるっていうだけじゃなくて、なんかせっかくメインスキル2個をねつくとか特性もあるんで、こういったところをね今後バランス調整お願いしたいなと思ってます。まあ、探検については僕ちょっとあんま持ってないんでね語れないんですけれども、まあ今までは確実にもう錬金じゃなくて覚醒の方が良かったよっていうね感じだったのが、今回あれひょっとしたら持っているスキル次第、考え方によっては錬金でも使えるんじゃないかっていうところで、うん、なんかねすごくバランスが取れている感じはしたんだよね。だからまあこれからね、まあ僕は黄金竜の槍一番覚醒錬金楽しみにしてるんですけど、今後どんどん新しい装備もね、もしかしたら名竜もいつかは覚醒錬金来る時代が来ると思います。その時に、覚醒を使うのか錬金を使うのか、なんか一長一短あるよねみたいなね、まあ、そういったバランスのいいね開発というかなればいいかな。で、今回色黒かっこよかったんだけど、やっぱね、なんていうのかな、錬金とかした場合は
ね、この色を選べ、どっちにしますかとかさ、選べるようにしてほしいですね、これ。で、本当はこれね、雑談で喋ろうと思ったんだけど、その染色玉みたいなものが手に入って、自分で好きな色にカスタマイズできたら星空神って思ったんだけど、メモリ足りないよね。だから、まあなんかさ、モガステとかそっち行くよりも、アバターの色を変えるとか、まあそういった楽しみ方をしたいかなというふうには思いました。で、今回は長くなっちゃいましたけれどもね、一旦この辺で終わりたいと思います。ガチャ動画撮っているんで、またそれは別でアップします。その他もろもろ4周年のまだ雑談したいことあるんで、まあ、引き続き動画の方は、アップしていきたいと思います。吉丸でした。さようなら。